どうも、阪神タイガース応援チャンネルのケンタムです。よろしくお願いします。さて本日はですね、11月7日、阪神 VS 巨人のクライマックスステージ、ファーストステージの2回戦について語っていきたいと思います。というわけで結果は、阪神負けましたうん。ま、ああの、なんて言いますか、今シーズンお疲れ様でしたっていうところになるんじゃないですかね。うん。まあ、あ勝ってほしかったなとか、ま、あファイナルまで行ってほしかったなとか、えー、日本シリーズ行ってほしかったなとかね。ま、あま、あいろんな言うことはあるんでしょうが、 まあ、正直ね、その、矢野監督がうんたらかんたらとかって言われてる部分もありますが、まあ、その選手の不調がエグかったので、その矢野監督うんたらかんたら言ってもしゃーないよなっていうふうに僕は思ったりしますし、その、なんて言いますかね、やっぱり、その、選手たち本人っていうところになってきますからね、その分かりやすく今日なんてね、その、まあ、4番打者、まあ、マルちゃんも打てへんかった、まあ、最終的には1本打ったんですけれども、まあまあ、打てんかったりだとか、 まあエラーが絡んで失点に繋がってしまってるだとか、まあチャンスで打てへんだとかっていうね、まあ今シーズンの悪い意味での阪神タイガースのね、まあ全てを集めた試合という感じになってしまったかなとは思っております。うーん、まあ、その、ね、何にしても、もう終わりなので、まあまあ来シーズンというところに期待しましょう。 はい。というわけで、スタメンオーダーから見ていきましょう。1番センター、近本選手。2番ショート、中野選手。3番セカンド、糸原選手。4番ファースト、マルテ選手。5番サード、大山選手。6番レフト、ロハス選手。7番キャッチャー、梅野選手。8番ライト、佐藤選手。9番ピッチャー、青柳選手ですね。そして相手チームのオーダーがこちらになっております。というわけで、打撃陣から見ていきましょう。近本選手ですね。5打数2安打です。レフテイのヒット、ライテイのヒット、センターフライ、ライトフライ、サードゴロという感じです。えー、さすがというところで2安打ったりだとか、まあ、先頭バッター、まあ、1番バッターとしてしっかり仕事 果たしてくれてるなというところにはなっております、えー、センターフライまあセンターライナーって言ってもいいようなあたりだったんですけれどもまあ、なかなかいいなとはまあ打順ってやっぱりねその適性というかっていうところがあるんだなと分かりましたよね <laughs> 実際問題今日1番で2アンダ打ってるわけやしとかねまあまあその辺も含めてねしかも先週まあ、ハムをねちょっと怪我してしまったりだとかっていう部分はありましたけれどもまあとりあえずねその まあ、普通にやれる分にはやれてくれてたし、まあ、守備でもね、その、抜けてたら2点3点って入ってたかもしれへんところをしっかり1点で止めてくれたりだとかっていう部分もあったのでね、えー、来シーズンも期待しております。はい、続いては中野選手です。4打数2安打1打点1フォアボール1三振です。サードへのファールフライ、レフテへのタイムリーヒット、ライテにヒット、フォアボール三振という感じです。 え、まあ、こちらにおいてもね、2安打というところで素晴らしいというところにはなってくるんだとは思いますけれども、やっぱりエラーですよね。まあ、青柳さんの場合特にゴロを打たせとるピッチャーっていうところを考えれば、ああいうね、まあ、割と、割とっていうか、まあ、かなりイージーな、 っていうところを考えれば、さばいてくれやなあかんと。まあ、実際あっからね、一気に逆転されましたからね。まあ、せっかく先制点取って、まあ、2点目も取ってっていうところでね、まあ、流れ乗れるかなと思ったら、まあ、そこで一気に崩れてしまいましたからね。まあ、こういうところに関してはやっぱいけないんだなというふうに、まあ、わかりやすく出てしまいましたっていうところにはなってるんじゃないでしょうかと。ま、あま、あその、なんでしょうか。まあ、来シーズンね、えー、ショートのスタメンというところ。 まあ、そのね、木並選手であったりだとか、北条選手であったりだとかっていうところがね、1シーズンずーっと持ってたかって言われたらそうではないので、中野選手にはね、来シーズンもしっかりショートでのっていうところを期待しております。はい、続いては糸原選手です。4打数1安打1フォアボールです。来店にヒット、ファーストゴロ、サードフライ、フォアボール、サードゴロという感じです、えー。ヒットに関してはうまくインコース低めの直球やったかな。えー、しっかり打ててるなというところにはなっております。フォアボールもしっかり選んでくれてると。 えー、ただ3打席目と5打席目のサードフライ、サードゴロっていうところに関しては初期を振りに行ってると。まあ別にね、その、まあどんどん打ってったらいいとは思うんですけれども、まあ割と難しめなボールを打ってるかなという印象は見えたので、まあもったいなかったかなと思うぐらいですかね。はい、続いてはマルテ選手です。5打数1安打1三振です。三振、レフトフライ、センターフライ、サードゴロ、ショートへの内安打ですね。 ええと、見逃し三振なんですよね、1打席目。まあ正直、そのめちゃめちゃ厳しいかって言われたら、めちゃめちゃ厳しいわけではないんですけれども、まあ、その、見極めてたと言えばそうなるし、まあ実際見極めが甘かったかって言われたらそうなるしとかね、まあ難しいところではあるけれども、やっぱり初回からね、もっともっと手出して欲しかったかなとは思ったりする。かな まあ、その、欲を言えばやっぱり3番というところで考えてれば、まあ、チカが出塁して中野選手が送って、マルちゃんっていうところを考えれば1点取れたかもしれへんとかっていうね、まあ、高望みにはなってしまいますけれども、ね、やっぱ打順とかって大事なんやなと改めて感じさせられましたって感じですかね。え、2打席目のライフトフライに関しては、まあ、なかなか大きな当たりではあったかなとは思います。 はい、続いては大山選手です。3打数無安打2フォアボール2三振です。三振フォアボール、三振セカンドフライフォアボールという感じです。えー、フォアボールに関してはしっかり選んでくれてるんですが、えー、三振に関してはどっちも低めの変化球。まあ、それは当たり前なんですよ。それは振ってしまうもんっていう感じなんですけれども、まあ、そこ止まるか、んまあ、その、それ以外のボールを仕留めるかっていうところをやっていただかないとなぁとは思ったりします。やっぱり、その半身の4番不在っていうところはすごく大きいんじゃないかなとは思いますね。えー、あと、エラーというところにはなっております。 はい、続いてはロハス選手です。5打数2安打1三振です。セカンドライナー、ライテイにヒット、ライテイツーベースヒット、セカンドゴロ三振という感じです。えー、セカンドライナーもなかなか当たりは良かったんですけれども、ドマッ正面という感じでしたね。えー、2安打打ってくれてというところで、えー、しっかりやってくれてるなとは思います。えー、まあ守備においても特別、その、 不安ということはなかったですし、まあその全体的に見ればそんなにうまいとは思わないですけれども、しっかり守ってくれてるなとは思っております。えー、今シーズンに関してはまあいろいろね、その出遅れたという部分もありましたし、まあ最後の最後の方でまあ頑張ってやっと2割に乗せたかなというところはありますけれども、ね、え、来シーズンに期たいというところを、えー、願っております。 はい、続いては梅野選手です。4打数1安打1閉殺です。センターへのツーベースヒット、サードへの併殺だ、キャッチャーゴロ、ショートゴロという感じです。え、ツーベースヒット、これね、その、久々のスタメン機械で、それで1打席目で結果出てっていうところは、ほんまに良かったですね。まあ、実際こっから得点に繋がってるので、 まあ、それに関してはめちゃめちゃ良かったなと思います。閉札打に関しても、当たり的にはね、そんなに悪くなかったというところにはなっております。うん。まあ、そんなもんじゃないでしょうか。まあ、梅ちゃんね、その、FA とかいろいろあるとは思いますけれども、まあまあ、来シーズンも半紙で、ね、やるのであれば、期待しております。はい、続いては佐藤選手です。3打数1安打1打点1ファーボールです。レフティのタイムリーツーベースヒット、ファーボール、ファーストゴロ、ピッチャーゴロという感じです。 え、こういうね、逆方向に強い打球が打てるっていうのは佐藤くんの魅力でもあるので、もう本当に当てるだけでもっていう感じにはなまあ、強く振った上で当たっただけでも逆方向でも、まあ、引っ張り方向でも強い打球が打てるっていうところがあったりするので、まあ、来シーズンに向けての課題は、まあ、広角に打てるようになったらいいかなとは思ったりするんですが、えっと、4打席目のピッチャー頃に関してはもったいなかったかなと、ほんまに当てただけっていう感じで、うん、まあ、非常に悲しかったかなとは思ったりしますが、え、来シーズンというところを期待しております。 はい、続いては青柳選手です。1打スムアンダー、1三振です。三振ですね。えー、ここはね、しっかり粘ってくれたというところはあったりします。はい、続いては糸井選手です。1打スムアンダでセカンドフライですね。ま、昨日から見てて思ってたのは、その糸井さん何を狙ってんのかなと思ったら、ホームラン狙ってんのかなっていう感じには見える。うん。まあ、そら、ホームラン打ってくれたらそれでいいんですけども、 まあ、昨日もそうやし、まあ、今日もそうやし、繋いで欲しかったんですけれども、なんかほ、まあま、んま満ブリしかしてないっていうところに関しては僕が見た感じではほんまに悲しいなとは思います。はい、続いては山本選手です。1打数1安打です。レフティにヒットですね。え、バットを折りながらしっかり周年のヒットっていう感じじゃないでしょうか。素晴らしかったと思います。 はい、最後ですね、坂本選手です。1ラス無安打です。ショートゴロですね。えこちらにおいては次回期待しております。じゃあ、投手陣見ていきましょう。本日投手、青柳投手、伊藤投手、アルカンタラ投手、岩崎投手、スワレス投手ですね。青柳投手、2回と2 3分の2を投げて、44球、5安打、1三振3失点です。んー、まあ、中野選手が悪いと、まあ、その、誰が悪いとかって正直言いたかないんですけれども、まあ、 誰が悪いと言ってしまえば中野選手っていうところにはなってしまいますので、まあ普通にイージーのゴロやったからね、そこを考えればそこを取ってればポンポンポンっていけたかなとか、まあもっと言うなら5回6回に限らず7回8回って投げれてたかもしれへんってところを考えたらね、青柳さんはまあ非常に悲しかったかなと、もったいなかったかなとは思うんですけれども、まあその中でね、そのまあ逆方向にポンって打たれて、まあ当てられるだけが一番しんどいんですよね。 その、ゴローで打ち取ることはできても、そのシフトの間抜かれてったらやっぱりしんどいというところにはなるんで、もう、ほんまに青柳さんの対策ってなってくると、完全に逆方向意識でポンって当てるだけでいいみたいな感じでやられると、やっぱね、一二類間であったり、三遊間であったりっていうところを抜けやすいのかなとは思ったりしますかね。まあまあまあ、こればっかりはね、しょうがないというところにはなってくると思います。え、来シーズンも期待しております。 はい、続いては伊藤投手です。1回と3分の1を投げて32球、1安打2三振1フォアボール無失点です。えー、途中から出てきたというところでしっかり投げ切ってくれたのは良かったかなとは思っております。まあ、できるならね、やっぱり先発で、えー、クライマックスどっかで投げてとかっていうところをね、期待したかったんですけれども、まあまあしっかりとね、中継ぎでも結果残してくれてるので、えー、来シーズンも期待しております。 はい、続いてはアルカンタラ同士列2回投げて23球無安打無失点です。え、ここでね、しっかりとね、三者凡退三者凡退っていう感じなところを作ってくれたんですけれども、阪神打線はやっぱり火がつかないと。うん。まあ今シーズンはね、まあ基本的にはやっぱりピッチャー頑張ってくれてた。まあ、その、あかんかった時はあかんかったんですけれども、まあ基本的には頑張ってくれて。ただ、 まあ頑張ってくれてるのに打線が奮起せえへんっていうところになってくれてるのでまあ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 打線の奮起というか打線のレベルアップっていうかねまあいろんなところはしていかなければいけないのかなという中でアルカンタラ投手めちゃめちゃいいピッチングしてくれたと思いますはい続いては岩崎投手です1回と3分の1を投げて24球1安打1三振1フォアボール1失点ですえー、こちらにおいてもね大山選手のエラーからっていうところになってしまいましたねまあその難しいとは思うんですけれどもやっぱりああいうのも うんとかって思ったりはするかな。まあ、岩崎選手に関しては、まあ、ボールちょっと高いかなと思う部分はあったんですが、まあ、それでも、まあ、9位というか、まあ、勢いというところである程度押せてたので、まあまあ、その、来シーズンに向けても、まあ、いい材料になってきてるんじゃないかなとは思ったりはしますが、うん。まあ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 、そんな感じじゃないでしょうか。えー、期待しております。 はい、最後ですね、スワレス投手です。1回と3分の2を投げて、17球無安打1三振無失点です。え、スワちゃんに関しては言うことないね。え、いつも通りというところでございます。まあ、そのウィーラー選手にね、そのセンターフライ、まあ犠牲フライというところは打たれてしまったんですけれども、まあまあ、初球の入りでね、振られたら、もうさあ、もうどうにもならんわなって感じなので、まあまあ、スワレス選手ね、まあ来シーズンどうなるんやろな。まあ、わからへんけれども、まあ、阪神残るんやったら、それはそれでね、え、阪神ファンめちゃめちゃ嬉しいので、え、期待しております。 はい。というわけで本日は11月7日、阪神 VS 巨人のクライマックスステージ、ファーストステージの第2回戦について語らせていただきました。ね。えー、もう最初にも言いましたけれども、まあ、とりあえずお疲れ様でしたっていうところじゃないでしょうか。うん。まあ、その、ね。ま、いろいろ言われてると思います矢あの、監督とか。うん、まあ選手に対してもいろいろ言われてたりだとかっていう部分はあったりするんですけれども。 まあね、やめろとか言ってもね、全く意味ないしな。じゃあてめえでやれって話にもなるしな。うん。まあ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 。その、僕個人としては矢野監督もしっかり頑張ってくれてるし、選手本人たちも、まあ選手たちに関してはもっと頑張ってほしいとは思うんですけれども、来シーズンにも期待できる部分たくさんあると思うので、僕はね、来シーズンも矢野阪神というところで頑張っていただきたいなと思っております。 はい。というわけで本日の動画は以上となります。よかったらチャンネル登録、高評価、コメント、あと概要欄の方に Twitter とインスタグラムのリンク貼ってるんで、よかったらフォローお願いします。というわけで失礼します。バイバイ。